クエスト単体で楽しめるフライトシミュレーター、エアプレーン、ヘリコプター。おーっと、リアルだ。あ、ジェット機。あ、難しい、落ちる、危ない。皆さんこんにちは。見方を変える、世界が変わる、カエル VR です。今回はプラボから出ているワールドフライト、フリーフライトとミッションがありますね。使用できるエアークラフトはエアプレーン、そしてヘリコプター、最後3つ目はジェット機ですね。ワールドフライトはメタクエスト2、3プロ対応。言語は英語で1490円で出ています。まずは設定画面をチェック。タイムスケールと音量調整。チュートリアルシートが各座席に操作方法のメモが置いてあります。ダイナミックウェザーは実際の天気にできるのでしょうか ?AM、PM か24時間の時間表記。キロメートルかマイルの距離表記。ここでは AM、PM、キロメートルで表示していきます。右上に移り、現在の時間も表示できるみたいです。朝、昼、夜と時間帯の変更。日にちと月も変えられるようです。その下が天気ですね。このフライトシミュレーター、リアルに見える地図と時間帯で地球上どこにでも旅行することができるんです。天気は晴れ、曇り、小雨、大雨、そして嵐と変更することができます。ひとまず景色がよく見える晴れでやっていきたいと思います。東京付近の実際の地図、クエスト付属のタッチコントローラーで操作することが可能です。フライトプランは3箇所選べるようです。航空機のマークは飛行場を表しているんですね。飛行場スタートの場合は離陸の操縦が必要となります。ちなみに地図上をトリガーボタンで押すとその場所からフライトすることが可能でした。 PCVR のマイクロソフトフライトシミュレーターはハイスペックなゲーミング PC が必要で、ディスク容量 160GB 以上、開始するまでの時間も長く、フライトスティックも用意したいところといったようにかなりハードルが高いと思います。それに対しこのワールドフライトはアプリのみ購入すれば手軽にメタクエスト2やメタクエスト3で世界中の景色をフライトしながら楽しめるんです。さらに操作が分かりやすいので VR 初心者の方にもおすすめできると思います。まあ慣れるまでは VR 酔いしてしまうかもしれません。また画質は荒めで実際の景色と少し違うところがあるので雰囲気を楽しむシミュレーターといったところでしょうか。今見てきたようにロケーションは東京駅から新宿へ、そして荒川方面へ進む計画にしてみました。上に左から矢印が出ていますよね。テイクオフ、その前にジェット機からエアプレーンに戻しておきます。さあスタートしますよ。おーすごい、いきなり上空だ。ここは東京駅付近あたりで、青いマークが新宿方面です。景色が簡略化されていると思いますがすごくリアル。オートパイロットもありますね。音も臨場感があるな。燃料と風向きですね。あ、白く見えているところが2020年東京オリンピックが開催された国立競技場ですね。少し右手前方に行ったところが新宿御苑でしょうか。左手に見えるのが明治神宮だと思います。あの緑がたくさん見えるところがそうですよね。地図をズームインアウト。あ、リアルになった。見下ろす形で景色を楽しめました。へえ、すごいですね。これクエスト単体です。新宿のビル群が見えてきましたよ。ちょっと違いますかね。ゲーム説明を見ると実際のデータを使用して AI で生成されているようです。それにしても本当に飛行機を運転しているみたいだ。これぞ VR。 メニューボタンを押すと設定画面とポーズになってフライトがそのまま止まりました。下の方のオープンフォトモードを見てみたいと思います。これですね。はい、わあ、これで景色を眺めるのもいいですね。さらに乗っているエアプレーンだ。俯瞰して見ている形か。おお、よく見える。あそこが原宿あたりかな。そして明治神宮、あとは2キロちょっとか。プロペラは動いてるけど止まっている感じですね。コントローラー操作が書いてあります。右スティックでスナップ回転で、左コントローラースティックで空中移動ができました。へえ、すごい、近づけますね。そして A と B ボタンでアップダウンもできると。なるほど、確かマイクロソフトフライトシミュレーターでもできたと思います。これクエスト単体で飛行機や景色のグラフィックが向上したら最高でしょうね。まだアプラボから出ている開発中のアプリかと思いますので、 VR ヘッドセットの進化と合わせてより良くなることを期待しています。で、少し遠くまで行き過ぎた。ちょっと慣れないとまっすぐ行かないかな。うわー近い。このぐらいの位置でいいかな。ということで何をするかというと、右下にフォトエフェクトとあるのですが、こちらを試してみたいと思います。ブラック&ホワイトは、あ、白黒になった。スクリーンショットを撮れば他の人に見せられるってことか。ブルームは、あ、光ってる。これいいかも。そしてセピアがセピア色。懐かしい感じ。そしてボルメトリックライトは何だろう。違いがわからないですね。B
ットは周辺を暗くするやつだったかな。ブラーがぼかしですね。これはこれで効果の勉強になるかも。チャレンジカメラポジションはエアプレイに乗っている感じか。で止まっていると、これは飛行機を乗りながらゆっくり楽しんでいる感じですね。そうそう、これが操縦ノート。テイクオフが離陸のやり方、ランディングが滑走路へ向けて高度を保ちながら侵入し停止するまでの着陸、その一連の手順が記載されています。英語になりますが、単語を合わせればなんとなくわかるでしょうか。後ほど離陸を試してみたいと思います。でコントローラーの操作ボタンの役割ですね。ではメニューボタンを押してフォトモードを終了しフライトを続けていきたいと思います。操縦機にはボタンがたくさんあって、燃料、風力、フラップ、着陸装置、ブレーキを使い分けていく必要があります。よし、あと2キロ。一つ目のポイントを通過。ここから右に曲がって荒川方面を目指します。うわぁ、体が斜めに感じる。右を向いたり左を向いたりすると、プロペラが回ってる方向から音が聞こえますね。実際に小型の飛行機に乗ったことはないけど、こんな感じなのかな。空を旅しているぞ。ここで水平を見るのかな。ちょっとボタンを試してみましょうか。フラップを下に。あ、ちゃんと動いてる。すごい。いろいろ試したくなってきますね。あ、これだと止まっちゃうか。ちょっとまずい、立て直すぞ。うん、大丈夫かな。このボタンは何だろう。なんか変わった。あそこにランプがつきましたね。ほら、赤くなってる。で、試してみたかったのがアクロバット。行くぞ。それ。ウィー、目が回る。少し時間が経って、もう少しでゴールですね。よーし、着いたぞ。あとは自由に飛行するだけ。少し低空飛行してみましょうか。うわわわわわ、大丈夫かな。いやー、リアルだ。もう少し近くに行ってみましょうか。あ、まずい、近すぎる。あ、大丈夫かな。あ、ちょっと効かなくなる。あー、回転した。あー、まずい、まずい。あで、このように落下の演出も、操縦は慣れないと難しいです。次は同じコースをヘリコプターで試してみたいと思います。テイクオフ。わーお、この音は、まさしくヘリコプター。下がよく見えます。ほら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 、回ってる。あ、これは違うか。あれ？あまり動かさない方がいいですね。ちょっと握るだけで急旋回しちゃう。新宿まで約7キロちょっと。進むスピードはエアプレインよりゆっくり。こちらの方がよく景色を楽しめます。それでは次にもう一度メニューボタンを押してフォトモードに移り、時間帯を変更してみたいと思います。今はお昼の12時ぐらいの時間帯になっています。乗っていたヘリコプター、少し回転してヘリコプターがよく見える位置へ。この辺でいいかな。夜中の12時。あ、ビル群の明かりがつきましたね。そして時間帯を朝ですね。3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時、13時、15時、16時、夕方から夜へ、いろいろできますね。ああ、夕日が綺麗。時間帯を日中の11時ぐらいにして元に戻りましょう。そうしたらまた同じコースをジェット機で試してみたいと思います。行くぞ、テイクオフ。うわ、早い。触っちゃいけなかった。くるくる回っちゃう。安定しないな。まずい。わからなくなってきた。でもなんとか立て直したい。
逆さまからちょっと戻したいけど、あ、大丈夫かな。はい。あ、でもダメだな、これ。え、あ、ぶつかる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 。あー、もう、VR 酔いしてきた。ということで、再開してもう一度フォトモードを開きます。あそこはレインボーブリッジかな？少し違うか。うん、これは速そう。この背景をバックにブルームで少し輝かせてブラーを入れるといいかな。メタクエストボタンを押しながらトリガーボタンを押すとスクリーンショットが撮影できるんですよね。他に夕方や夜中、月の明かりが綺麗だと素敵な写真を撮影してみてはいかがでしょうか。それでは一旦メニュー画面に戻りますね。そうしたら3つのロケーションを消していきます。地図をズームアウト。そうそう、サーチで文字入力ができました。これでも検索ができるんですね。わかりやすいようにローマ字で東京と入力してみます。あ、日本語も出てきてる。とりあえず一番上を選択。次に2つの飛行場を選択して離陸の操作をしていきたいと思います。羽田空港から成田空港へ。まあ実際はないと思いますが。はい。静かだな。このエアプレーンは何人乗りなんだろう。メモのチュートリアル。左が離陸のテイクオフ、右がランディングの着陸方法。この赤字の順番でやればいいのかな。これは違いますね。はい。まず一つ目は、カットオフと書いてあるので、これかな？で、ポンプって書いてありますね。あ、この上か。三つ目はスタートボタン。エンジンってこと？よし、かかったみたい。プロペラが回り出した。四番目はスロットルレバー。前に押せばいいのかな？ちょっと待って、もう一度確認。やっぱり押しますよね、これね。で、前にグイッと。プロペラの回転が速くなった。で、パーキングブレーキオフ。うん、進んでいる。で、スピードが出るまで待つ。そうしたら、フライトスティックを握るだけ？これは緊張するぞ。そろそろいいかな？フライトスティックを引きます。よし、飛んだ。やっほー！これは気持ちいいぞ。でも、景色が海しか見えないか。成田空港へ。で、景色が変わらないのでメニュー画面に戻ります。で、次はどうしようかな。一旦消しますね。今度は逆にしてみます。成田空港から羽田空港へ。選択したのはヘリコプター。テイクオフ。おっと、操作が少し違いますね。まあ、この通りやれば大丈夫でしょう。まずはカットオフ。そしてポンプでスタートか。場所は違いますがエアプレーンと同じですね。でスロットルレバー、前にグイーンと押します。何か変わった？よし、プロペラ回ったぞ。少し待った方が良さそうですね。このメーターが上がった方がいいのかな。でこの長いコレクティブレバーを引っ張るんでしょうか。パーキングブレーキはなくていいんですよね。そろそろいいかな。引っ張れ。上がった。上に上がった。真上に上がってる。初めてです。ヘリコプターの操縦。まあ VR ですけどね。周辺がリアルな景色なので、より臨場感が増すと思います。あとはスティックを握って曲がっていきたいと思います。いやー、これはいいですね。次はジェット機で試していきたいと思います。離陸からなら大丈夫でしょう。テイクオフ。少し狭い。ボタンの配置が違うぞ。順番はエアプレーンと同じかな。カットオフオン。ポンプオン。スタートオン。うおー、来た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 。ジェットオンがすごい。スロットルレバーを前へ。ドキドキしてきた。そしてパーキングブレーキオン。うわあ、進んだ進んだ。あれ、斜めに進んでない。もうスティック引いちゃおう。よし。おお、浮いた浮いた。おお、大空へ
飛び立とう。ブルーインパルスのパイロットになった気分。今度はうまくいってるぞ。よし、アクロバット飛行してみるか。行くぞ、それやった、成功だ。ほっとする。そうしたら次はメニュー画面に戻ってヘリコプターを選択し、時間帯や天候を変更してフライトしていきます。夜中の12時晴れ。朝の6時晴れ。日中帯10時。次はお昼の12時にして曇り。そして小雨。次は大雨。嵐、雷が鳴ります。光った。最後にフリーフライトからミッションへ。ミッションはエアプレーンとヘリコプターで、配置されたリングの中を通りゴールしていきます。エアプレーンミッション1はちょうど東京エアポートでした。最後は着陸するようです。着陸はまだ試せてないのですが難しそう。朝の7時、朝焼けが綺麗です。見えた、あそこだ。1つ目のリング通過。2つ目のリングは地図を見て左方向ですね。曲がっていきましょう。あったあった、あそこだ。ヘリコプターミッション1はマンハッタン離陸からスタート。え、あんな低いとこ通るの？できるかな？ということでいかがでしたでしょうか。メタクエスト2や3単体で手軽にサクッとリアルなフライトシミュレーターを体験してみたかった方におすすめです。ちなみにこのチャンネルではクエスト単体だけで600以上のアプリや130以上の PCVR ゲームを数多く体験してきたカエル VR が、独自の視点で VR ヘッドセットや周辺ガジェット、 VR ゲームをたくさんご紹介していますので、気になった方はぜひチャンネル登録して新しい発見をしてもらえると嬉しいです。また週末には VR 情報ライブ配信も継続中です。よろしければ遊びに来てください。なお今回の動画が参考になりましたら高評価ボタンを押していただけると励みになります。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。でした。練習しようっと。皆さんもぜひ体験してみてください。